私アンナがお送りしている Top of the Morning、 お届けしたのは WeWa で口づけダイヤモンドでした。さて今朝のこの時間はスペシャルゲストに WeWa の杉本裕二さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今朝は早くからファンの皆さんもスタジオの前に集まってくださいました、はい、いや嬉しいですね。ありがとうございます。今日寒いのに本当にですね、はい、あの昨日の夜から福岡にいらっしゃったという杉本さんなんですけど、はい、福岡寒くてびっくりしませんでしたか？そうですね、昨日特に東京めっちゃ暑かったんですよ、はい、だからこっち来てびっくりしましたね、はい、ねえ今日はちょっとなんかパラパラ雪もねねえ舞うようなお天気となっていますが、うん、そんなことには負けませんよね、はい、ファンの皆さんね、うんうんうんってかわいいありがとうございます。さあ杉本さん、はい、福岡昨日の夜来られて、はい、どうですかこう博多の街はどんな印象をお持ちですか？いやもう街も好きですし、もうとにかくバンドマンみんなラーメンが大好きなんで、そうですよね。昨日の晩もよっしゃ行くぞと思って11時半ぐらいに行ったんですよ、有名なお店。行った、はい、そしたらもうラストオーダーが終わっていて、あー惜しい、そうね、すいませんって言われたところ、たまたまこう同じレベルのバンドがこっちでライブしてたんですけど、はい、そこのファンの人たち見られて、はい、見られて、あーめっちゃ恥ずかしかったです。でもそれぐらい、あれ杉本ちゃんみたいなあれなんか断られてるけどみたいな、そうそうそう、あらららららでも思いは募ってね。そうですね、違うお店で食べましたけどね。あ、食べましたか？食べました。あ、よかった、はい、じゃあよかった。いやそんなね、ハプニングもありつつ今朝は早くからラジオ出演、はいはい、ありがとうございます、ね、していただいていますけど、杉本さんは朝ってどうですか、はい、強い弱い好き嫌いありますか？嫌いだけど得意な方ではありますね。あ、そうですか。バンドの中では特に、はい、うん、なんか先ほどちょっとお話をお伺いしていたら、はい、すごくこう寝起きの悪いメンバーがそうですね、ちょっと名前は伏せますけど伏せますか後で怒られるんで。そうですか。あ、いないことをいいことに聞けるかなと思ったんですけど、はい、いやもうチェックしてるかもしれないんで。そうか、まあね、携帯で見れ聞けるんで、ね、そう全国で、はい、多分聞いてないと思いますけどねできますからね、はい、そうですか。はい、朝時間っていうのは、うんうんうん、ちょっとこう準備にね時間がかかる方なんでと先ほどお話しされていたんですけど、はい、朝なんか必ずすることとかこういうことするの好きというか理想の朝ごはんとかありますか？そうですね、うん、まあ基本的にすごい甘いもんが好きなんで、もう朝からドーナツやらケーキやら食べたりするタイプだったんですけど、はい、だったんですけど最近ちょっと食べ過ぎだなっていうのに気がついて甘いものですか、はい、それとも朝から甘いものですね。あ、まあ、基本もう一日中3食絶対デザートとか食べてるんで。あ、本当ですか。これはやばいなと思って最近朝ちょっとせめてフルーツにしようかなって。あ、ちょっとヘルシーに変えてますね。うーん、はい、何が一番好きですか、甘いもの？甘いものそうですね、まあ、生クリームが好きなんですよね。あ、じゃあケーキとか。そうですね、だからなんか有名なパンケーキ屋さんとかでもこう山盛り生クリームが乗ってるお店とかあるんですよ。そこでも追加トッピングで生クリーム違いますからね。さらに、はい、そうなんですね、はい、いやでも朝はじゃあフルーツに変えてヘルシー、はい、ちょっとヘルシー爽やかに、はい、向かえてるんですね。甘いには変わりないですよね。そうですね、はい、糖分結構高いですからねフルーツも、ね、気をつけていただきたいと思います、はいはい。さあ、WeWa なんですが2月10日にニューアルバムナイトレインボーがリリースされたばかりです。ありがとうございます。もうファンの皆さんしっかりね手元にアルバムを持っていらっしゃいますけど、はい、今回のナイトレインボーアルバムとしてのリリースは久しぶりに、はい、そうですね3年ぶりなんですけど、うんうんうん、このナイトレインボーっていうタイトルがですね、実際にある現象で夜の虹っていうことで、うんうん、なかなかこう見れはしないんですけど、それがいろんな条件が重なって見れた時にはすごく幸福が訪れるというかそういう意味があるんですけど、はい、僕たちのこのアルバムも本当に長い時間をかけてやっぱり今こんだけたくさんの音楽が溢れている中でそれと出会ってくれるっていうのはすごく奇跡だと思うので、はい、やっぱりそうやって聞いてくれた人たちに幸福が訪れたらいいなというそういう思いを込めて作りました。この、まあ、前作からおよそ3年 の、はい、まあ、の間が空いてのニューアルバムということでその間、うん、まあ、留学をされたりとか。そうですね、半年間ロンドンに留学をして、ねえ、はい、行かれたりとかされていましたけど、まあ、この3年の中いろんな経験がもちろんね新作のリリースなどはされていたんですけど、はい、まあ、どういったことが今回のアルバムに一番大きくこう影響したなっていうふうに感じますか？そうですね、やはりそのロンドン留学っていうのはすごく大きくて、うんうん、その向こうでも結構
新しい暮らしっていう中で不安だったり辛い経験もたくさんあって、そこでもすごく精神的に強くなったなっていうのもありますし、やっぱり日本の音楽と離れることによってなんか今までの価値観を一度リセットできたというか、なんかどこかこうバンドを長く続けてると先入観にとらわれて、これはやったらあかんやろって勝手に決めてた部分とかがあったかもしれないですけど、なんかそういうのも全て一度リセットして、とにかくこう新しいこと、自分たちがやりたいことをまずは挑戦し、そっからなんかいいものも悪いものも見つけていけたらいいなっていう風にやれるようになったので、だからどん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 新しいサウンドを積極的に作れるようになったのが大きいかなと思いますね。なるほど、はい、まあ、元々ねその自分の中で決めつけていたことさえも、やっぱ離れてみるまでわからないことって、そうですね、たくさんありますよね、はい、だからやっぱり僕らはピアノバンドでピアノとベースとドラムなので、どうしてもその楽器にとらわれがちだったんですけど、でも結構3人ともステージでもいろんな楽器をプレイできるので、それをもっと作品の中でも表してもいいんじゃないかなということで、なんか音のバリエーションも今回はいろいろシンセを足したりして広がったんじゃないかなと思いますね。なんかそういった音楽的な部分での新鮮な試みであったり、はい、でもやっぱり自分たちの持ち味はこうなんだって感じる部分っていうのもそうですね、あったんじゃないですかね、うん、だからやはりそのピアノが武器だっていうのはもう本当に僕らの真の部分にある部分だと思うので、そこを大事にしつつっていうのはすごく大事にしてできる、なんかそこにより自信を持てたっていう部分もありますね。もうなんかこう出だしからゆっくりとこの作品の世界観にこう連れ込んでくれるようなアルバムの流れになっているんですが、はい、どうですかこう作品、もちろんね全てがおすすめだと思うんですけど、こういうとこ気に入ってるであったり、はい、まあ、お気に入りの曲などはあったりするんでしょうか。そうですね、まあ、特にやっぱり聴いてもらってそのサウンドが変わったなって分かりやすいのが、はい、今回のまあリードトラックにもなってるんですけど、6曲目のココっていう曲ですね。この曲はまずタイトルが実際にロンドンで僕らがこう何度か通っていたクラブパブの名前なんですよね、はい、でそこで実際にいろんなバンドもやってるんですけど、EDM だったりクラブミュージックだったり本当にいろんなジャンルの音楽がやってるんですよ、でそこでなかなかそういう音楽を日本ではちゃんと触れることができなかったので、向こうに行ってそういう音楽に触れてその場の空気を感じて、あ、ここで生まれる一体感とかこのサウンドで生まれる一体感っていうのも自分たちが今ライブで目指して思うとすごく通ずるものがあるなっていうのを感じたので、だからそこからどん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 なんか自然にそういうちょっとしたクラブミュージックだったり EDM 的なテイストっていうのを自分たちの曲にも自然と取り入れるきっかけになった場所でもあるので、はい、それが今回のこのタイトルにもなっているのですごく大事な曲になったなと思いますね。なるほど、いや、はい、本当にじゃあ留学の体験が色濃くこう、そうですね、はい、現れている一曲なんですね、アルバムの中でも特にこのクローンからここにいて、私マーメイドっていう楽曲がすごくこうアルバムの中でお気に入りだったんですけど、この流れっていうのもとても素敵だなというふうに、はい、そうですね、なんか自然と並べてみるとこう、ちょっとエレクトロ寄りの楽曲と、ね、はい、後半にまた自分たちが今までもずっと作ってきたストリングスとの綺麗な絡み合いっていうのがすごくうまく分かれてたなっていうのを後から感じたので、面白かったですね。はい、まあ、アルバム聴いていらっしゃる方はそれぞれにお気に入りがあるんじゃないかなと思いますが、はい、ラジオネーム脊髄反射で物を言うのをやめたいさん、あ、笑ってらっしゃいますけどね、今日はラブスターに行きますねというふうにね書いてくださっています。あ、嬉しい、車の中でもずっとナイトレインボーを聴いています。どの曲も最高にいいです。まだ2016年始まったばかりですが、はい、ナイトレインボー私のベストアルバムになりそうです。ありがとうございます。ライブで聴くのが楽しみとね書いてくださいました。ありがとうございます、はい、嬉しいな。ライブも決定しているんですが、はい、ちょっといつもと変わった場所でのライブということでブログを拝見したんですけど、先週はプラネタリウムでのライブも、そうですね、行ったり、はい、ね、まあナイトレインボーということでプラネタリウムでね、そういうのに上映かけたらすごく素敵なんじゃないかなっていう思いで、ね、はい、はい、どうですか、アルバムの世界観とプラネタリウムの星空の元演奏した感想は。そうですね、僕らもすごく気持ちよかったですし、今までのウィーバーの曲でも結構星だったり夜空だったり、そういうものがキーワードとしてくる曲がたくさんあったので、なんか僕らにはすごくぴったりの場所なんじゃないかなって改めて思いましたね。なるほど、はい、さあそして他にもですねメッセージたくさんいただいていまして、質問も届いているので聞いてみたいと思います、はい、ラジオネームますみさん、ますみさん、あちこちで何度も聞かれていると思いますが、はい、
バレンタインチョコを一番もらったのは何歳の時ですか？デビュー前に限ります。 あと高校時代メンバーの中で一番モテたのは誰ですか、はい、というちょっと、ね、タイムリーな、昨日バレンタインデーでしたからね。そうですね、はい、質問いただいていますけど、高校時代暗かったんでね。そうなんですか。そうなんですか。いや、じゃあまず、はい、一番もらったのは何歳の時ですか。どうなんだ、あんまりでも僕らの学校そういう文化が少なかったんですけど、中学の時がやっぱり一番人生のピークだったのかなって思いますね。僕の中学何年ぐらいですか。はい、3年とかですね。うわー、ちょっと一応ちょっと生徒会長とかやってたんで。ドキドキ。そうなんですか、はい、生徒会長されてた。割とチヤホヤされてましたね。 ちなみに何個もらったんですか。それでも一桁だったと思いますよ。10個はいかない、いかない。でも10に近いぐらいはもらった。うん、もらったかもしれないですね。うわー、すごい。拍手、何の拍手や。拍手来てる。はい、じゃあ、高校時代メンバーの中で一番モテたのは誰ですか。いや、本当にモテなかったんですよ。でもそういう恋愛の話とかされてましたか、メンバー間で。恋愛今もなんですけど、あんまりこう、はい、プライベートを3人で話したりしないんですよね。だから高校時代はこうみんなで、まあ、遊んだりはしてたんですけど、はい、高校が結構部活が盛んで、うんうん、その運動やってる子がモテるっていう学校だったんですよ。まあね、学生時代結構ね、そうなんですよ、スポーツ万能っていうのは、うんうんうん、で僕らも、まあ、部活はやりたいなということで軽音がなかったんで軽音を作ろうとしたんですけど、はい、いろいろ署名活動とかもして作ろうとしたんですけど、はい、結局作れなくて、はい、もう学校が終わったらそのまま帰って、街の喫茶店で携帯ゲームをやってるっていうような暗い3人だったんで感じだったんですね。はい、ちょっと残念でしたね。強いて言うなら、欲しがりますね。うん、強いて言うなら、ね、だってマスミさん気になってますから。はい、僕ですかね。おっと、あ、拍手送る。欲しかったですね、こういう答えね。はい、どうもありがとうございます。頑張りました。頑張りました。はい、さあ、ということで、ウィーバーなんですが、ライブ先ほどもちょっと出てきました、はい、決定しています。こちら福岡はですね、4月29日福岡国際会場、ごめんなさい、福岡国際会議場、はい、メインホールでライブが決定しているわけなんですが、今回のツアーはどんな感じになりそうですか。そうですね、はい、今回のアルバムすごくライブを意識して作った曲が多くて、うんうんうん、まあ、先ほど言った通りピアノとベースとドラムなので、はい、なかなかこうステージで動きを出せないんですよね。うんうんうん、そこをどうにか克服したいなということで、最近は本当にいろんな楽器を3人がプレイしていて、それを曲作りの段階からすごくイメージしてたので、はい、きっとこうステージでももう3人がいろんな場所に動いていろんな楽器を弾いてっていう躍動感が出るステージになるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしててほしいです。ぜひぜひ。こちら4月29日福岡国際会議場メインホールにて行われます。そしてですね、こちらのライブチケットなんですが、ナイトレインボー CD 封入先行であったり、ピア独占先行などもね、ありますので、まあ、必ずチケットを手に入れたいという方はこちらの情報をチェックしていただきたいと思います。そして一般チケット発売日は3月12日となっています。はい、さあ、そしてこの他詳しい情報はですね、すべてホームページでチェックすることができますので、はい、WEAVERWEAVER で、検索していただきたいと思います。今ナイトレインボーの特設ホームページも、はい、はい、開設されていますので、詳しい、アルバムの世界観についてなどなど、豪華ゆかりのある有名人の皆さんからの、ね、コメントもいただいて、ね、はい、メッセージなどもぜひともチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではあっという間なんですが、はい、最後にラベペンをお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、はい、僕たちウィーバー新しいアルバムをリリースして、本当に最近の日本のバンドの中ではあまりないサウンドを鳴らしていると思いますので、ぜひアルバムチェックしてもらってライブ来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。それではお別れに一曲お届けしましょう。はい、先ほどもアルバムの中でもね、はい、こう重要な位置にあるというふうにお話ししてくださいました。こちらの曲はリクエストもたくさんいただいていました。どうもありがとうございま す, いますでは曲紹介をお願いします。はい、ではニューアルバムから聴いてください。 WEAVER でここ。はい、この時間のスペシャルゲストは WEAVER から杉本裕二さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。